ロエベがカードもらえば一件落着。いや、そうなんだけど、あいつもらわないじゃん。存在はイエローカードだよ、存在は。この間コナンの配信で猫ニャさんが37って知って驚いた。見えない。 YouTube で言うとメスさん、チャマくんあたりは同い年です。一つ下になるとマー様、エルジェさん、一つ上がマライチです。ウルトラマンティガで1万発で3万勝ちました。気持ちよすぎてマッコ軍。自慢税払え。負けた方がフィールドプレイヤーになるとかできないですかね。ロエベのフォワード面白そう、バーみたいな立ち位置で。おい、おもろいこと言うんじゃねえぞお前、おもろいこと。公平さんが引退されたようです。悲しいです。え、キャリアモードの公平さん、え、マジで。知っての質が違いすぎて比べてることにイライラしてくる。いや、ほんとそうな。ほんとそう。親知らず抜きました。舐めてました。めっちゃしんどいです。いや、親知らずは舐めてると本当に痛い目見ますよ。いや、痛い、痛いよ。歯が痛すぎて腰痛くなったりするんだから。マジで。熱出るし。そんな私は未だに一つも抜いてません。定期的にむちゃくちゃ腫れます。FC24、全く予約とかしてないんだけど、これ大丈夫私。アーリーアクセスとかこれできないんじゃないの ?7 日間早くプレイ、いや、これプレイしますよ。1万1000円もすんの?めちゃくちゃ高いじゃん。高すぎませんか?最近の。まあでも、スーパーファミコンも定価1万だったからな。クロノトリガーとか1万、同じぐらいだったわ。確かクロノトリガーの値段。日本代表が強すぎるて!日本代表が!すごくない?ドイツに勝ってトルコにも4点取って、しかも、ターンオーバーっていうか、メンバーもフルで入れ替えたのに。ウェストブロムウィッチ、ウルブス、バーンリー。待って、これもう FC24 発売する。これ大丈夫?間に合う?発売日までに。この動画終わらん?シーズン終わらせれる?で、ウェストブロムウィッチはロエベなんだよね。前回なんなん?メリエさんが最後3失点したから、11対14ってことです。きつ。順位はね、リバプールが早くこけてくれっていう話。我々が2試合少ない状況で、勝ち点差7なんで、まあ勝ち点差1みたいなもんです。で、得点ランキング、アシストランキングは心配してない。もう取ってくれると思ってる。ルイス・ディアスすごくね?やってきてんな。まあ一応行きましょう。なんか、サバ・ホマレさんのアイコンが強すぎて、てか女子の選手たちが強すぎて UT で次回作。ちょっと荒れてますよね。海外の人がなんか怒ってるというか、サワって誰だよみたいなコメントもたくさん見まして、サワはサワだろ!サワはサワだろお前!カストロちゃんと言っとけよお前、世界のフィファファンに。なんかコメント欄で、負けた方をフィールドとかわけわかんない。わけがわからない。でも使いたくなるやんけ!あ!三笘薫!来た!あなたがいないとダメです。まあもちろんオルソリンさんオッケーなんですけど、あなたがいるといないとじゃあ話が変わるんです。感知した瞬間に使っていく。え、使えないけこれ、もしかして。使えるよね。ロエベしないと。ロエベに。危ない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 。ロエベにセナ、ロエベにセナ。はい、カオル復帰。レーティングもね、発表されて、三笘さんのレートがちょっと、もうちょっと上げてもいいんちゃうかって思いましたけど、皆さんはどう思いました？うん、もうちょっと上げてもいいんちゃうかと思いました。はい、ロエベの失点がどんなもんか。まだ2失点だとロエベの勝ち、3失点でもう1回挑戦。もういいって、決まれ早く正ゴールキーパー。普通はメリーの審判の服の色がまた黒。いや、日本代表戦の話に戻りますけど、その日韓ワールドカップってリアルで見たよって人どれぐらいいます？試合ちゃんと、トルコ戦とか、戸田勝幸さんの赤いニワトリヘッドとかちゃんと見てたよっていう方どれくらいいらっしゃるんでしょう。結構あの時割とトルコのに対して、まあいい勝負はしてましたけど、力の差は感じたんですよ。そのトルコ相手に完全に熟視してましたから。日本代表強くなったなって。ヨーロッパで言ったら中堅になるのかな。と、まあきょまあ、大強豪。ちょっと待って、ロエベはさ、ね、ロエベは息を吸うように失点して。バリアードすぎない？ユニの色も相まってね、審判を味方だと思ってしまうって。色、あ、
そんなに高くなかったよね、相手の能力。カルバールさんも戻ってきて、三笘さんも戻ってきて、もう負けたら行けない。なんか上手いんだ。止める気配がない、この試合に関しては特に。来た。よしよし、とりあえず行って、とりあえず行って、とりあえず行って、オッケーオッケー、ボール持ってきて、ボール持ってきて、ボール持ってきて、ボールを持ってきて、ボールを持ってきて、ボールを持ってきて、やっぱ飛ばしちゃった。なんだなんだなんだ。いいとこ、いいとこ。来た。うそでしょ。え、トップ、止めるんかい。ロール入れて出して出して、三笘さんが重いな、すごく。まだサネ来た。イエーイ、走り走り。なんかバックもおかしいよね、このゲーム点入りすぎで。いつも思うけど、まあ、完璧だったけど、サネさんのドリブルとかも完璧だったけど、エズさんが点取っていくんですよ。で ロエベさ、もう失点やめてよ。うわ、ずれんのか。もうあと4点、4失点は負けだから。普通、ちょっと待って、なんで早ない、相手。 OK、 やばいですね、やばいですね、やばいです、アップねー。ちょっとちょっと、やばいです。おー、止めるんかい。3失点してから本気出す男、ロエベ。オッケーオッケーオッケー。三笘さんであんまドリブルしなかったけど、ちょっと重い、やっぱ怪我明けで。あぶねえなー。なんか強いんだけど、何ウェストブロンウィッチ。いやエゼさんすぎるぜ、素晴らしいぜ。なんだこの試合。うわ、うまいって。あ、ちょっと待って、これによってロエベ、これ、一つの夏が終わった。なんで敵が強いんだけど取れない。 OK、 さあ、1点返されたらまずい、まずい、いける気がする。よし、よし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 。あぶねー、なんなんだー。これはまあモフィさんの、モフィさんっぽいシュートでした。素晴らしい、最高です。ちょっと変えようか、ボゾクさん行こう、ボゾクさん行ってイサクさん行こう。いやー、もう1点ね、絶対点取られんな、ロイベマジで。来たね、これものにしたいね。あー、ちょっとまずい、スキル入んなかった。いや、スキル入んなかったな。ちょ、審判邪魔、マジで。来た。やー、やれてますよー。しゃが痛いね。まだお尻痛いです。オッケーオッケーオッケー、いいよー。素晴らしい、絶対点取られんな、ロイベ。マジで なんでそこぶち抜かれてんの。てか、ウエストブロンウィッチが強いんだけど、これ何マジで。
ね、取って、ね、なんで動かないのディフェンスそんなに。は？いや、おかしいじゃん。おかしいじゃん。ね、もうやだこのゲーム。やなんだけども。審判マジ見づらい。オッケーオッケー。ちょっと、せめて同点。きた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 。よし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 。何このゲーム。6対6って何。シュートめちゃくちゃ打たれてるし、おかしくない。勝ち点差3になっちゃったよリバプールと。てかウェストブロミッチは何なの、最下位相手に6失点って。まあ、ロエベが死にました。ロエベが、失点賞レースは圧倒的メリエさんの勝ちとなりました。今の6失点で、はい、先行がメリエさんなんで、後攻ロエベですから。何だったんだろう今の試合。なんかおかしいと思いませんか。なんでああいう試合になんので、ウルブス戦ね。はい、ケチェさんも怪我治った。ワーナーが成長。どうでもいい。じゃメンバー表、ケチェさんだから、これでついにウルセイがもうお役ごめんです。あ、リバプル勝ってんな。ちょっとこれまずいな。負ける。こっからリバプル、スパーズ、マジスパーズ、なんで 3-0 で負けとんねや。三笘さんのコンディションもちょっとずつ回復してきてますんで、やります。もう絶対負けるなよ。どう？あ、でも強いか。ウナル83。マテウス・ヌネス84。強いね。さっきの、あ、はぁ！川辺さん71でスタメンで出てるわ。はい。さっきのウエスト、クロスターマン。ウエストブロンウィッチ、あの能力であんな強かったから、これ負ける、ちょっとケツイタジジイ、ちょっとこれダメ、FIFA ダメか、やれないか、アルティメット相手にやれない体になってる、今、もしかして。いける。よし！お、何だったんだろう。やっぱロエベがいるから失点するってことじゃないの。ゲームとしてはなんか全然違うもん、動きが。そう思ってきちゃうけど、後ろからやっぱ締まるんだよ。ケツを締めることによって何もかもキレが良くなるんだから。人間なんかクリーンシートできるよってとこ見せよう。やっと意味の分からない。だってそもそもロエベと勝負させられてることがおかしいからね、ほら。なんだそのパスは、おかしい。強パスでサイド、強パスでサイドバックに出したんですよ、最初の。なんでああいうパスなんだ。あぶねえ。いけるね。そう、もうモンスターに抜け出しさせとけば OK。 抜け出しモンスターですよ、モフさんも。ロペス以上に。これはエズさんのパスがちょっと芸術的すぎた。今のは強パスのボタンとフラスルのボタンと、これなんだ、何のボタンだこれ。アウトスピンのボタンかな。モフィ、ちょっと無理だな。どうしよう。シンプルにサイド、タバレス落として、トンして、ナイス。これは良かった。ヌーノタバレスの最高の駆け上がり。やっぱ違う、さっきとは。終わりしな、知っていらない。クリア、ナイス。もう一回止まるな。オッケー。ちょっとリバプールあとまず負けて、本当頼む。皆さん朝ごはんって食べます？朝ごはん。ファール禁止ではですね、朝ごはん制度を導入していて、
ふだしなんですけど、朝ごはんって皆さんは何ですか、朝ごはん。コーンフレークの人もいると思うし、目玉焼き通す、なんで通んないの今のが。目玉焼きの人もいますし、まあ、納豆ご飯とかね、いろいろ、まあ、目玉焼きに関してもソースなのか醤油なのか、やっぱまずソースなのか醤油なのかっていうところから話し合いたいよね、目玉焼きに関して。目玉焼きの話を気持ちよくさせる。何をやってんの、ヌーノ・タバレスのポジショニングは。あれ、来ましたね、決まりです。よーし、サネさん最高です。あなたとビルツさんは素晴らしい勝ったと思います。と言いたいと、モシさんがもう余裕のこと、余裕のこと、変えてなかった。そういえばライスちょっと交代しようか。これクラフトさんがボランチできるっていうのもでかい。こういう交代もできる、ケイシーさんが戻ってくることによって。完璧ボゾキさんは毎回取って、さっきの試合も取ったよね、ボゾキさん点。いやいやいや、これはうまいね、これはね。余裕のライマー横道ごたき、何やこうべって、そういうことなのよ。だ5点6点取れるチームなんだから失点しなきゃいいだけなの我々は。にしてもシュート打たれましたけどね。メレーさんじゃなかったらさっきと同じような試合展開になってる。もう5対6とか5対5とか絶対なってるわ。三笘さんが、三笘さん86に戻ったっぽいね。なあ、まあそれはそうでしょ。舐めてもらっちゃ困るよって話よ。でリバプールはスパーズ戦か試合はやってないのか、まだ。なるほど。アストンビラ絶対勝て、アストンビラマジで頼む、本当に命かけて頼む、マジで本当に頼む、本当一生のお願い、ここで使う。クロップさん負けてください、お願いだから。でメンバーちょっと疲れてるけど、まあでもこのメンバーで行くしかないよな。ベグとかいるわけだから、って向こうはベグ78か。あ？ウルブスの方が強い。キーパー66じゃん。引き抜かれマクリスティですね、これ。あるか？ロエベのロエベのフォワード起用。前半でめちゃくちゃ点差つけたりしたら、ロエベのフォワード起用ありますよ。いや、ちょっと待って待って。ナイキー、メリエ。いいね。単純に行こう。単純に行こうよ。単純が一番。それでいい。それでいい。単純が一番です。それで単純です。タウンジェント。黙れ。ちょっと上手いわ、やっぱ。おかしい。そんなに能力高くなかったです。は？いや、ちょっと待って。あぶれ！取れないんだな、ここで。ここでタックルできない地獄が始まる。なんで？あぶれ！はぁ？なに？始まってる！確実にベグリから飲んで。相手に前簡単に入られて。はい、今すぐです。無理そんな。いやー読んでん、いや早いってねえ、なんだか。ヨハン・バーグ・グッドブンソン、アンアンフォーストエラー、ユーゴットセイチャンスオン。はい、いただきました。この試合も疲れるのか。すごく強く感じる。
still looking to get the shot off. マジ、よし。まあ、サネさんのドリブルがあれで決まってればかっこよかったね。もね、この忘れましたけど、スキルムーブメイド。なんだっけ、ラテラルヒールトゥヒールじゃなくて、なんでしたっけ。あ、こぼれ方がよ、早いんだよ、ほんで、足が。そんな早かった、本当に、能力的に。もしさなら、ゴリ、ゴリ。まあいいでしょう。まあ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 。勝ってはいる、勝ってはいる。Across from Zaha. 素晴らしい。これで点取れたらもう何も努力の必要もない。最高。キーパーの能力はそんな高くなかったんだな。いいよ。三笘。いいよ。こっちに切り返してストンじゃない。はい、これ。よっしゃ。いやオフェンスは怖いけど、こっちは点取れる。この現象ね、まあ、大体いつもそう、このゲーム。コンラッド・ライマー。こっちなんだよね。サネ。素晴らしい。サネさんのこのボールロールからのパスも完璧。ちょっとこれもう今日編集だる、何点入ってんの全部で。今日これロエベ出せないだよね。出せないよね、やっぱフォワードでキーパーは。ポジ編はいけんのかな、キーパーをフォワードにする。できない。ロエベ残念、あなた残念です、出番ないです。はい、あのたコンバートを、お待ちくださいという状況になっておられるようです。やっば、うわベガーナスが早く、ちょ、なんパス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 、マーケ、マーケ、カチャーいい、普通にいい試合だったんだ。ほんでカードが出てないこともまあ好材料ですけどね、我々にとっては。でリバプールは1試合多い状態で、あれ、ビラナイス、勝ち点差1、最高、あるよ優勝。あと何節、1、2、3、4、5、6、8節ある、優勝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 、頼めー、どっかやってくれ、リバプールは。